です。まきべチャンネル。はい、今日はなんと妊娠10週目に入りました。はい、ということで10週目に入った時の体調の、話と、あとは母子手帳を初めてもらいに行きました。その話はできたらなと思っております。はい、ということでね、今日は、お母さんと、会ってきたんですけども、それついでに、母子手帳をもらいに行ってきました。母子手帳をもらうには、市役所、保健センターに行かないといけなくて、私、病院でもらえると思ってたんですけど、そこに、市役所に行って、妊娠届っていうのを提出するなくちゃいけないかったんですよ。まあ、調べたらね、まあ、書いてあるんですけど。で、それでも、妊娠届書いて、その後説明みたいなのを受けました。スワイプっていうんですか、インターネットのパソコンの前に立って、なんかこういうヘッドセットみたいなのつけて、その市役所の方なのかな、役所の人と、喋りました。で、なんか内容は、まあ、説明ですね、この、式、母子手帳だけもらうと思ったら、結構なんかいろんなファイルとか、いろんななんか子育てなんとかにもうもらったので、その説明、と、あとは、まあ、相談できる方いますかとか、体調大丈夫ですかとか、辛いことは今ありますかとか、そういうなんかメンタル面とか、あと金銭面のサポートとか、誰か周りに助けてくれる人いますかっていうのを聞いてくれたりしました。今、そういうのがあるのも知らなくて、お母さんにも、なんか長かったねって言われて、まあ、待ってくださったんですけど、そうなんか説明みたいなのと、まあ、こういうこと言われたって言ったら、今そんなのあるのみたいなことをね、驚いてました。てな感じで、今日は母子手帳を、何かもらったものとかを開けていきたいんですけど、想像以上に説明がめちゃくちゃ長くて、私も頭の中ちょっとほぼパニックで聞いてなかったんですけど、とりあえず第一に思ったのが、母子手帳が可愛すぎる。母子手帳が某ウサギのキャラクターなんですよ。後ろのおパンチウサギではないんですけど、某ウサギのキャラクターで、なんか画像とか検索したらいろんな地域が同じ柄だったと思うので、ここのなんか見せたら、みんなに見せたら地域がバレるってことではないと思うんですけど、一応見せないようにしようかなと思っております。まあ、某ウサギのキャラクターではちゃめちゃに可愛くて、お母さんに見せたらいいなーって言ってました。うちのお母さんなんかめちゃくちゃダサいなんか塗り絵みたいなやつだったらしくて可愛くて超テンション上がるじゃんとかって言って、ちょっと羨ましがられて嬉しかったですはい、っていうのと、母子手帳がやっぱなんかね、もらうとね、実感が湧くって言われたら微妙なんですけど、私の母子手帳なんだっていうのがすごいなんか実感変わりました。母子手帳ってなんかよくわかんないけど、お母さんがなんか引き出しに入れてるやつみたいな感じのイメージがあって、特に見たいとか思ったことは子供の頃とかなかったんですけど、あ、母子手帳っていうのがあるんだみたいな感じだったんですけど、それが自分専用っていうか自分の母子手帳がなんかあるっていうことに、めちゃめちゃなんかすげーって思っちゃった本当に何にも分かってないから、何が今必要なのかっていう、これからちゃんと考えていかなきゃダメだよって言われてる感じがしますね。まあ、こういう説明とか、お酒ダメだよみたいなのがあったりとか、あと子育ての仕方、なんだよこれちゃんとできるかどうか忘れてた、これやんなくちゃいけないんだこの手続きとか、なんかありそうなんだけど、とりあえず母子手帳を持ってれば、先生に言われたように、必要なものを必要な時に持っていけばいい感じなんだよね。なんかね、学校とかでさ、こういうのさ、しっかりしてる子とかいるじゃん。先生の話聞いてるさ、あ、はい、あれはこうやって持ってくのね、テストの時はこれ持ってってみたいな。さ、クラスの中でもさ、聞いてない子とかさ、よく分かってない子とかさ、頭いい子とかね、え、先生どういうこと？先生の意味なんか分かった？これどうすんだっけ？とか言ってしっかりした子に聞くじゃん。そういうタイプだったから、そういうタイプの子だったんで、ちょっと不安がすごいし、こんないっぱい資料をもらって、もうちょっと。が起きてます。あとね、これ念願のさ、これもらったんよ。これこれ念願の、これ憧れの、ね、ね、ハートで可愛くないよ。なんか今見たことあるの普通の丸っこいのに、これなんかハートで可愛いの、これをもらいました。可愛い、これ光るんかな。ついに私もこれをつけて歩くことができる。どこにつけたらいいかわかんない。でもなんかこれ怖いらしいね。今電車とかでこのマタニティのこれをつけてたら、そのアピール、変に妊娠アピールで接種OKみたいなって思われて、なんか蹴られたりとかするらしいよ。やばくない？そんな人が世の中にいるっていうことは信じたくないけど、こうやってなんか舌打ちされたりとか。
するからちょっとつけるのも怖いけど可愛いです。お腹に赤ちゃんがいます。だってもらいましたてな感じで、今日は可愛い母子手帳をもらいに行きましたという報告です。ということで10週目の体調なんですけど、いやーすこぶる悪い。10週目と今2日かなぐらいなんですけど、10週目に入った時にもう前までは夜だけだったんですよ。気持ち悪かったのが夜だけだったから安心してたんですけど、もうだんだんお昼とかちょっとお昼過ぎとかも違和感が出てくるようになっちゃって、あれ今から収まるんじゃないの、なんかピークが8週目9週目って聞いてたから、えもうこんなに来なかったら余裕じゃんと思ってたら、ちょっと私の場合もいつがピークか分かんないけど、結構10週目割ときついなって思ってます。昨日の夜なんかね、本当にもう吐きそうになっちゃって、飴をずっと舐めてたりとかして、これ飴を買ったりとか、酸っぱい飴とかがいいのかなと思って、もともと夜だけ気持ち悪かったんですけど、昼から気持ち悪くなり、夜にはもう本当にもうお風呂上がりとかはもうずっと寝てたいみたいな、何もしたくないっていう気持ちになっております。はい、そんなところなので、ちょっと10週目は頑張って乗り切りたいなってところがあるんですけど、11週目で収まるのか、またピークになるのかっていうのが怖いんですけど、とりあえずはそうですね、食べづわり食べた後もう気持ち悪くなるっていうのと、昼から夜がずっとムカムカ、なんか気持ち悪いが続いており、夜にはもう息がはっ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 ていう感じになっちゃいます。こういう呼吸のリズムじゃないともう気持ち悪くてしょうがないっていう感じなんで、ずっともはっ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 ていう呼吸になってます。あとは時々胸の痛み、なんか右胸だけがすごい痛いんですけど、時々うっっていう感じの右胸の痛みがあります。はい、それぐらいかな。食欲がなくなるってこと一切ないです。もうずっとないもう今まで失恋したとか精神的にストレスとか食べたくなくなる、もう一切ありません。もう今日もね、担々麺と餃子食べたんですけど、もう美味しくて美味しくて、ご飯も食べました私。あと一つ悩みがあるのが便秘ですね。もう生まれて初めて便秘で悩みました。そんなにまあ便秘になっても気にしてはいなかったんですけど、本当に1週間とか出ないんですよ。さすがに1週間はちょっとビビりません？ご飯私書いてるじゃないですか、赤ちゃんのメモリーのやつに。あれで一応うんちっちも出たら記入してるんですよ。でこの間やばい待って、全お腹がすっごい張ってきて、子供が大きくなるには早すぎる、ほぼうんちなんですよ。子供と思うきゃうんちみたいなお食事中の方すいません。で調べてみたら、待って1週間出てないみたいな、さーってなって、自分の体と調節しながらちょっと便秘とかも解消できたらいいなって思ってます。はい、こんなところですかね、10週目。まあ今はね4時ぐらいなので、まだ今日はねわりかしと元気な方なんですけども、ちょっとこれからまただんだん体調が悪くなるので、先に YouTube 撮ったり TikTok 撮ったりとかしようかなと思っております。はい、ということで皆さん、私母子手帳もゲットして、これから、来週にはねまた病院に行きたいと思っております。皆さんいつも動画とか、配信とか見てくださってありがとうございます。インスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。ではみんな、今日も一日頑張ろう。話聞いてくれてありがとうね。バイバーイ。